はい、どうもこんにちは。アクトレイザー実況プレイ続きやっていきたいと思います。ブラッドプールの、中盤からですね、やっていきましょう。今回の目標は、レッドデビル、こいつね。あ、なんだなんだなんだ。あ、この、まあ、見切れてるけど城があるんで、そこを目指すっていうのを目的にしていきたいと思います。あとはフィルマーに稲を広めるっていうところ。あ、道が繋がりました。マジ？おお！え？伝えられるの？マジかよ。すげえすげえ、なんか上等の滝って感じする。うわお、ちょっと待って待って、言ってる場合か。危ねえ。これで、どうなるの？ちょっとフィルマー見たいな。これ移動、俺も移動できないの？あ、繋がってるわ！ほんとだ！すげえ。まあ、繋がりそうな道ではあったけどさ。うわ、いやー、一気にすべての土地が、稲が広まってる。マジかよ。話聞く？生産量が足りないんだって。つってもな、結構やったぞ。これじゃダメなのかな？町建設中。あ、作ってる作ってる。おーおー、何、どうなんだこれ。建物が変わるよ。あ、念願のレベルアップ。生産量増えたからだ。よーし。650人。いや、これ今までのさ、土地もう必要になってくるのがいいね。でもこれで生産力が減ったとしても、まあ、フィルマーがブラッドプールに来つつ、これを得たんで、だいぶ楽になるんじゃないかな。ちょっと、街の状態見る。遅い遅い。稼ぎ物1。これあれか。稲か。すいません、毎回間違えるな。人々を見るが、降り立つだから、ちょっと間違えるじゃない、毎回。で、はい。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 オッケー。これでいこう。もう全部倒す。これで倒して、道を繋げていく。を目標に。まあ、あとここか。ここを照らせば、とりあえず道は、できるよな。はい。オッケー。干上がらせて。なんか、これを壊したら、巻物が出てきましたみたいなのはないのかな、このブラッドプールには。でもその岩とかがないんだよね。どうするべきなんだろう。どうしていいかがわからんな。ちょ、待って。あ、危ね。エンジェルダメージ受けてんだよな。あ、回復した。一定時間で回復するんだ。ちょ、もう、たまには、ちょ、街の状態見る。無人。無人ってちょっと怖いよな。お、町建設中。どんどんできてるよ。作っていきな。どこ作ってんだ？ここ？あ、ここら辺？そうなん。あ、でも畑作ってるよ、ガンガン。でもこことここ繋がってるから、次のマップというか、次のね、無人のエリア？稲っていう技術、伝わるんじゃない？やっぱここ、ここが全ての始まりなのかもしれん。文明というか、最初はまあフィルマーが文明だとして、人間の発展だとしたら、ブラッドプールはもう稲作っていうね、文化を広めていくみたいな、そういう場所になっていくのかな。でここであれだわ、出待ちしとけばいいわ。撃っとこ撃っとこ。長押しでも撃てるんだこれで。はい、オッケー。これでいいもんね。ブラッドプールどうすんだろこれ。街建設してる。どこ？あ、やっちゃ。もうレベル上がった。止まらねえぞ。750年。いいね。ガンガン上がっていく。ここはもう、すごいな。発展して、ここの畑作ってほしいな。これさ、例えばさ、米もらうやん。畑を水田だからさ、これちょっと無理なのかな。やるだけやってみる。まあ、多分無理だろうけど。ここ。そうっすよね。知ってます。でももう、もういらないからな。オッケー。で、ここを作ったら、いざ出陣よ。で、ここの多分ね、魔物の巣を壊したら、
まあ、全部なくなってここに繋がるための何か技術か道ができるはずなんだよ。てかできなきゃおかしいから。やれるか。どういう封印してんだろうな、気になる。あ、壊した。でも魔法陣みたいなの書いてんのかもな。お、何か見つかった。やっぱそういうことだ。不思議な彫像、ありがとう。じゃあいただきますか。さて、捧げ物を一つまみと。はい、輝きの玉。ふんふん、まあ、イネムもらっておく。はい、オッケー。お、まだある。あの湖を どねえかせんとな。恐ろしい出来事が始まりました。湖のほとりに立つ古城より魔物が現れ、我々に生贄を要求してきたのです。はい、生贄となるものを3人くじ引きで決めました。テディ、なるほど。古城への戦いにお向きください。はい、わかりました。分かった。分かった。でもこれで終わりっぽくね、マジで。もう行くしかないのかな。あ、なんか悩んでる。何それ。どういうこと、どういう悩みなんそれ。雨降らしてあげようか。風を起こす。いいえ。これさ、使うか。どうせここでしか使えないからさ、海外の番。よし、いなくなれ。よし。じゃあ行く？行ってみる？戦いに赴く？おー、でもは、どんどんできてるよ。あ、レベル上がった。よーし。HP14。1050人。もうきついんじゃないかな。ちょっと見てみるか。街の状態。安定。フィルムは遅いんだってさ。まあ、行くか。一旦。橋の技術がどうなるかわかんないね。どうなるかわかんないけど、やってみていい？あ、いけないわ。一人よ。で、この間に俺は天空城に戻って、挑むわ。で、魔法は一個しかないもんね。あ、あるわ、向こう。星靴の魔法。はい。一回しか使えない。あー、マジか。まあ、一応持っとくか。今回あれが手に入んなかったな。MP を増やすアイテム。よし、行きましょう。じゃあ挑むか。アクト2。魔物戦う。OK。よろしい。さあ。レッドデビル。ちょっと蹴りをつけようじゃん。完全に城に入ってる。ほら、行くぞ行くぞ。あ、見たことあるやつ。色違いだ。これ動くさね。速っ。撃つスピード速くね。でも速すぎてダメージ1しか食らわなかったよ。ラッキー。これジャンプしたら当たるんだろうな。上攻撃みたいなことは狙わない方がいいな。間違えても。怖い。取り切っていいのかな。いや、いた。危な、危な、危な。怖っ。何あれ。左に行けたな、あれ。よし、見つけた。あ、 MP 増えた。いや、これもう無理やん。ここはもう食らうしかないじゃないみたいな場所だから。これどうやって戻ればいいの。すげえむずいんだけど。こうか。うえぇ。怖え。なんだお前。よし。いや、今までもあったんかな、フィルマ。ああ、もうよく当たったな。怖っ、これ。こいつ怖い。よっ。崩れない。どう行けばいいの、これ。あ、こうか。2発。ここで降りる。下に行くの。うわ、マジか。あ、怖っ。降りる。どこ？もう降り、もう行ける？おし、行けた。いや、暗くなってんの怖いな。明るくなってくれ。これ下行くしかなくね。危ね。よし。なんなんだあいつ。いや、でもこれ、ここ降りれなきゃおかしいよな。よし。
回復や。全回復早くね。くそ、食らっちゃった。で、いけるよ。よーし。当たれ。よし。怖いな、これ。はい。飛んでけ。よし、いいか。下手すると、落ちて、トゲでやられちゃうと。これ、落ちるやん、絶対。やっぱりな。なんで俺の重さで落ちるんだよ。頑張れ、鎖。オッケー。よし、オッケー、いいよ。よし、下からすくい上げる感じで。で、降りて。はい、はい、はい。一個ぐらいさ、アイテムが、落ちてたりしない？大丈夫？そういうのないかな？なさそうだな。え？あ、大丈夫だ。何お前。おぉ！二回撃てるぞ。炎の方がいいかな、やっぱ。二段伸びた！何？伸びたってなんだ。ええー、これ一撃しかもな。待てよ。あ、オッケー。これ乗る、うわ、斜めもいけんの、お前。マジかよ。やば。怖え！マジかよ。はい。来ないんだけど。来た。タイミングが少ないな。乗るタイミングあんまない。どっちだこれ。右でいいのか。右でいいよ。とりあえず、今は右でいいよ。いずれ変わるかも。長本。あ、ある、なんか。マジ？マジ？マジかよ。いや、マジ？これどうやって行けばよかったの、今の。こっから。マジかよ。でも MP は取ってるから素直にまっすぐはいけるね。何してんのお前。ちょっと上通るんだ。意味ないじゃん。これが。よしよし。で、ここ、ガーゴイルね。はい。で、ここガンガン降りていいんじゃないか。ダメです。危ねえ。うわぁ。取ってるんだよね。あ、取ってる判定になってない。これ無限に増やせるぞ。え？いいの？あ、でも、そうか。でもゲームオーバーだったら意味ないから、ここを突破す、そう、めちゃくちゃ MP を増やした状態に行くのであれば、ゼロまで拾いながら死んで、で、あれだ。勝たないといけないんだ。そしたら完全、一番多く入るのかな。はい。いいぞ。で、ここ難かったな。とりあえず乗って、危ない。なんていうギリギリで。はい。オッケー。タイミングあるはずなんだよ。乗るタイミングって注文がよ。どっか降りるべきなのかな、これ一旦。いや、惜しい。やっべー。危ねえ。いや、でも、これ。そっか。わざわざ、あいつ待たないけど、真ん中には乗れるんだ。ほんで、また復活してる。あれ、回復とかだと嬉しいな。きて。はい。ほい。よ、あー、マジか。って、むずくね？でも時間がない。でもあれは取りたい、どうしても。どうしても取りたい。よし。なに？ワンナップ。ワンナップ。ゲット。よし、オッケーオッケーオッケー。なんだ、オッケー。いや、上攻撃したくなっちゃう。上攻撃したくなっちゃう、上攻撃。はい。誘ってから、いって。いって、やめろ。ついた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 。危ねえ。マジかよ。上これ。上なんだ。いやー、ここやば。こういけ。いや、はい、いや、マジ正気？はい、やばい、やばい、危ねえ。一個しかないダメージ、やばい。あ、ボロボロボロ、危ない。はい、ある、ここにアイテムある。回復してくれ、回復くれ。半分。逆だろ、中、変なところで来たぞ今。はい、いや、当たんのこれ。はい、危ない。もう一回来るだろうな。なんだよ、来ると思った。
いやーこれ当たんのきつい。いやーいけたいけたいけた、でもいけた。ボスか。いやマジ。うおお。なに、どこ、やばい。思ったよりちっちゃいんだよ。いやーマジか、危ない。はい、暗い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 。おら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 、めっちゃ食らった、めっちゃ食らった。はい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 、あぶねえ。あーお、え、え、なになに、うわ、ワーウルフだ、獣人だ、やべえ。なんか出てきたわ。いやー MP が1しかない、使えねえじゃねえか。最悪、対抗のタイミング逃したのか俺。いやまあ行くしかないね、もう一回ね。マジかよ。あぶね、あーお、あぶね。まあまあ大丈夫、はい、オッケー。できればあれ欲しい、回復だから。よし、取って、待って、はい、よし、オッケー、いいよ、よし、くそ、はい、最悪。お前ってやつはもう星屑の魔法使えないじゃん。はい、弾を撃って感じが。いやほら、これずるいわ。どうすんのこれ、無理やんこれね。それ避けれんって。逃げろ、危ない。そう、それどうやってすんの。いやこれ飛ばんかったよな、めっちゃ殴るわ。こっち寄ろ、やばい、やばそう。いやー、とど、ジャンプで飛び越えられない。最悪だなマジで、ほんと最悪だこれ。帰りてー、帰れねえなこれ。こいつ下におるのに斜め上に攻撃してくれるのだけはすげえ優しいよな。とりあえずゆっくり飛んで、はい、オッケー。あ、一応取っとくわ。あった方がマシやろ、ないよりかは。そうなんだよな。いや、待って。オッケー。まあ、1か。まあ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 、いいや。これ当たんの？これどうすんの？近、いや、これ稲妻でしょ？なるべくこれ来る、なんなん、上を取った時だけやってくんだよな。だこれもやってくれでしょ。そうなんだよね。いやこれ当たんだ、そうなんだ、これ当たるぞ。いや危ない、これ上を取った方がいい。こっちに寄ったら、そうだよね、そこに来るよね、絶対。で、これ2段目に来てほしい。そしたら俺やりやすいから。まあいいか、これ無理だ。あ、ここ。いや、今の武器が逆だった、完全に。あれ届かんやん。もうね、食らってもいいから。これダメ。ダメ。ダメやって言ってんじゃん。はい、上行ってくれ。まあ、ここならいいか。これ理想だな。ここ一番いいわ。よし、ここは無理だ、場所だけ決めてやろう。もう残機がないから時間かかってもいいわ。残り100秒、まあまあいけるか、いけると思うよ、体力半端だし。それダメ、一発、これ半分切ったら来ないかな、まだか。
とりあえず半分よ。いやーこれねそこよ、これこれこれ、えいえい、ほら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 、で、なるほど、そうなんのか、ほい、ゴリ押し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 、よっしゃーよーし、これ一番いいのがあれだな、星屑の魔法で一回当てて、その後にちょっと削って狼状態にした後にまた星屑の魔法だ。それが一番早かったわ。よし、はい、何ですか。あなたのおかげでブラッドプールから魔物の姿はなくなりました。息子のテディはちゃっかりしたもので、古城より巻物を見つけて帰ってきました。マジ、おい、ありがとう。自分たちの力だけでやっていきます。どうか他の地域もブラッドプールのように安らぎのある土地にしてあげてください。もうブラッドプールっていう名前なんでってなるだろうな。もう今生まれてきている子供たちはどうしてブラッドプールって名前なの。もう誰もわかんねえだろうな。でここに橋を架けれるようになりたいよな。そしたら水上都市みたいなね、きなぎタウンみたいなできるやん、ここら辺。それを作りてえな、作りたいんですよ。とりあえずここだけ、あとはできるかどうかだけ見るか。ここがね、ここの道を作るのを確認したいとか、あまり町ができてねえんだよな。あ、できそう、動いてる動いてる。ここやるんだ。こんな端っこに、お、何か伝えたいことがある。まだあるんだ。はい、情けない悩み事、争いの絶えない場所になってしまった。はい、なるほど。素敵なもの、和むような素敵なもの、何それ。本当に争ってる、そんなんないけどな。やめました。雨を降らせるか、ここ、めちゃ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 、なんも起きない。安らぐものなんてないからな。どうしよう、安らぐもの。これ一旦フィルムは帰ってみる、なんかあるかもね、もらえるかも。と街の様子を見てと、そう、これでわかるんだ。遅い、停滞、一応話聞く。生産力が足りずって言われてもさ、これどうしようもないもんね。なんかやることあんのかな。もうあんまなさそうだけどな。一旦でもこれで終わりでいいんじゃないか。どうしようもないもんな。じゃあフィルムじゃない、天空移動でブラッドプールを見たところで何もないから。もういないもんね。一旦壊す？一旦壊してもいいんじゃないか。また作ってもらうよ。これで一応できたから、ブラッドプール編は、ここで終わるか、一旦。まだね、安らぐものがあったら戻れ、多分音楽とか、そういったなんか芸術的な、文化的なものが、今後あるんじゃないかなと。思います。まああってもおかしくないもんね。カサンドラとかアイトスとかに行けばそういうのをもらえてもおかしくない気がする。だってまだそういったね、そういった文化がないから、芸術的な美術的なやつが、なんかね、陶器作るみたいなね、あってもおかしくないんじゃないかなっていうのがあるので、ちょっとブラッドプールはここで一旦後回し、カサンドラ次回行きたいと思います。よし、じゃあ天空城に一旦戻ってセーブして終わります。それでは見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。